メです、デトックスです。なんかサマーズですみたいなノリになっちゃった。今日はねっていうか、あの今からあのみんななんかやんなきゃいけないお仕事が来て、あの自分の MV を見てあのダラダラ喋るっていうあの特殊企画を今からやっていくんですけど、やっちゃっていいですか？もうちょいですか？グーですか？グーです。じゃあ行きましょうか。ナーバスって曲ですね。はいはいはい、懐かしいね。もはやめっちゃくちゃ懐かしい。めっちゃ懐かしい。めっちゃ懐かしいよね、これ、うん、もはや半年前、3月の20何日とかだった気がするんだよ、うん、で、1日で撮って、うん、あの音源撮ってから MV 撮るっていう、うん、やってたよね、うん、で、俺さ、そうだそうだそうだ、俺さ、その時さ、結構何テイクもやったね。そうそう、うん、で、あのさあの LINE アットの方でさ、うん、メイキングみたいな8個が作ってくれたやつ出したんだけど、それ見ててマジで思ったのが、あのフィット出せフィット出せのお前あれか、あれもう数々のお前ライブをこなしてきたのに、まあメンバーみたいなフィットだよね。けどフィット出せマジで後ろから撮ったフィットの感じが結構きつかったね。なんかもうちょっとでっかい、ね、そうでっかい車乗りたいね。いつか買おう。車っていくらなんだろうね。30万それだとまたフィットみたいなやつになっちゃうじゃん。80万ぐらいあればいいの買えるから。そこのどんだけそのかっこよさですよね。あ、そうだね、うん、だから俺ジープ乗りたくて、うん、将来。あ、そうだね、だそういうのなんか300万とかするんだよね。そうだね、そんぐらいするのかもね。30万じゃ全然足りない。300万ってもう面白い数字だよ、ね、うん、これさ、うん、新しいあのさ、最近辛いもののさ良さをさ、なんか知ってきたの、うん、わかる？ヤンニャム。ヤンニャム？ヤンニャム？ヤンニャム。ヤンニャム。そう。ヤンニャム。お前いいって謎言語出すの。違う。ヤンニャム。あんの辛いもん。うん。料理。ヤンニャムチキン。あ、韓国料理みたいな。そう。でか今さ流行ってるから。ヤンニャムではないけど、あの辛いもんにハマってる。うん。あのトライしてみようって気持ち、うん、前もあったんだけど、蒙古タンメンのさ、うん、あのコンビニで売ってるやつ、うん、にチーズとさ牛乳入れてさ、うん、もうカレーカレー言いながら食ってあれが俺の辛さの1キャパ、もうあれ以上辛いの無理だね。顔やばかったから顔やばかったから。いや真面目に、ね、寝るじゃん、もう真面目に聞いてんだよ。あ、音源を、うん、あ、そうなんだ、俺の話もう全然説明できてない。俺の話全然聞いてない。いや、どっちでもいいよ。どっちに集中しようかな。あ、これ紹介しなきゃね。あ、そう、これ全部僕ん家で撮ってて、そう、リアルキッチンですね。あの撮影の途中で開いちゃった炊飯器が見えてます、ね、ちょっとダサいね。ガタンってなっちゃってそっからずっと多分開いてたね。撮影中にあの一番劇場パートだったから結構もう余裕なかったですね。アクティブに動いて炊飯器開いちゃった。でこれ一発撮りだからね、全部オレンジで、うん、なんかあの2.5部屋ぐらいしか使ってないのに、まあ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 見れるよね、まだ、うん、そんぐらいちょっとなんかライティングでもないけどさ、テレビの映像とかなんか気ぃつけてましたね当時は、うん、ね。そうだね。もうお前じゃなくていいよ。もうお前じゃなくていいよ。そんな開始しかできないよな。もう
そんな風に言わないで言わないで。ポンコツすぎるって。でもできた時はでも結構テンション上がってたね。そうなんか、あけどこれ話すべきだったな。MV 中にこういう、うん、間違えちゃった。でもそう。じゃあだ。そうだ。楽しんでね。言うんだ。お前読売ランドの人かよ。楽しんでね。テンション中のゲ。読売ランドの人テンション中のゲ。中のゲ。楽しんでね。ツッコミのスキルが上がってる。上がってる上がってる、やばい。この自粛期間を経て。さすがだね。ではまた。